ファイト はいどうもバサラです。ご視聴ありがとうございます。今日の動画はですね、タイムケトル様らの提供でお送りいたします。はい、今日なんですけれども、こちらになります。タイムケトル M2 という商品のレビューになります。えー、まずこちらの製品なんですけれども、今ですね、幕開けの方で応援購入することができるような製品になっています。概要欄の方にですね、そちらの、えー、と幕開けのページの、えー、とリングを貼っておくので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。で、こちらなんですけど、これ何かというとですね、イヤホン型の、えー 翻翻訳訳機機になります翻訳機でこれねあの正直僕使ってみてめちゃくちゃびっくりしましためちゃくちゃびっくりした僕こういうなんでしょうね翻訳機みたいなのとかっていろいろ出てると思うんですけど使ったこと皆さんありますなんか僕は使ったことがちょっとなくてですね今回これで初めてまあ,あのちょっと使ってみたっていう感じなんですけれども精度がめちゃくちゃいい。<laughs> もう、あの、すごい、思ってた以上に、実用性が高いレベルで、えっ、ー、と、翻訳機能として、えー、すごく機能が高かったので、それにね、あの、今回、正直、めちゃくちゃびっくりしました。で、こちらの製品なんですけどね、これ見てもらえばわかる通り、こう、AirPods 風のね、えー、形なんですけれども、どうなってるかというと、中にね、こんな感じで、まあ、イヤホンが、まあ、入っているんですけれども、こちらの製品、翻訳機としても使えるんですけれども、もちろんですね、Bluetooth の、えー、イヤホンとしても、えー、使うことができます。えー、まずはですね、こちら こちちのののののタイイムケトルの方方とととととといいいううかかヤホンしししてててレビューををょょっっおお話しさせせてて後半の方で実際ちょっと翻訳たろ見よな思ますはい、まずはですね、こちらのイヤホンとしてのレビューになります。パッケージを開けるとですね、この本体が出てきます。この本体の中にイヤホンが収められています。次に説明書が出てくるんですけれども、こちらの説明書はですね、各国の言語に対応しているような説明書になっています。そして下の部分を開けると US、USB-A から USB-C のケーブルが1本出てきます。 そして、こちらの製品なんですけれども、こちらカナル型ではなくて、あの、普通の AirPods ですね。AirPods Pro ではなくて、AirPods と同じような、えっと、オープン型の、えっと、イヤホンになっています。で、まあ、もちろんね、カナル型とかにしちゃうと、周りの音聞こえないので、これは一応翻訳機なので、あの、周りのね、音をちょっと聞こえないとまあいけないかなっていうのがあるので、まあ、オープン型は、まあ、納得できるところかなというふうに思います。ただ、形としては AirPods にかなり近いので、まあ、あれがあまり耳に合わない人に関しては、こちらの製品も、もしかしたら、その、つけたときに、 合わないかもなっていうのはありますねそしてイヤホンの電池は最大6時間持ちますケースの方がですねえっと24時間あるので2つ合わせると30時間ぐらい持つのでいわゆるその Bluetooth のこのトゥルーワイレスのイヤホンで考えれば、まあ、普通のえっとレベルかなというふうに思います Bluetooth は5.0そして APTX にまで対応しています IPX4 なので例えばこれを使ってまランニングするとか夏場の時にちょっと汗かいたとしても全然問題ないと思いますし雨とかでもねえ多少の雨だったら全然問題ない なななないないいうんうじじゃかとう感です、はい、で操作の仕方なんですけれども、えー、こういう風な感じで耳に入れて、えー、タップをすることで、えー、操作をすることができますえ1回のタップで再生の停止をしたりとか、えー、右の方で2回タップで、えー、と前の曲左の方のタップ2回タップで次の曲みたいな感じでタップの回数で えと操作をすするようなな感じになっていますそして音質に関してなんですけれども音質もですねこちら製品が AirPods に結構ね形が似てるっていうところもあるんですけれども音質も AirPods にかなり、えー、似ていますオープン型なんですけれども結構ね低音がちょっと響いたりとかっていう感じで音はですね決して悪くはない、えー、結構いい方じゃないかなというふうに思いますそして大きさなんですけれども AirPods と AirPods Pro とちょっと比べてみました、まあ、あの2つに関してはですねケースもも本体もかなり小さいので大きく、まあ 見えてしまうかもしれないですけれども他の、まあ、例えば Bluetooth の TrueWireless のイヤホンと考えたらケースとしては普通かなというふうに思います大きさとしてただ、えっと、イヤホン自体ですねイヤホン自体はですね結構でかいなと思っててもちろん AirPods よりもでかいですけれどもこうやって耳に入れた時結構目立つぐらいには、えー、大きいなと思いますなんか結構大きいですただ本体自体はそんなに重くはないので、まあ、僕の耳にこうやって入れててもこう全然落ちるっていう感じはないですし 重みを感じてしまって、えー、使いづらいみたいなことは全然ないです。はい、ざっとですね、こちらの機能のまあ使用みたいなところと、トゥルーワイヤレスのイヤホンとしてのまあレビューでした。ここからがですね、翻訳機としてのレビューをしようかなと思ってます。はい、翻訳機能の使い方なんですけども、こちらはですね、専用のアプリを使って使用します。えー、まずはですね、このイヤホンを耳に入れますね。ちょっと起動します、これで。はい。で、耳にイヤホン入れた状態で、そして、えっ、ー、と、アプリを起動します。 アプリを起動すると、まあ、こちらのね、製品の一覧が出てくるので、今回はこれ M2 なので、M2 を選択します。ここからコネクトしてくれます。はい、こんな感じでですね、えっ、ー、と、ペアリングが確定しました。で、こうすると、はい、この画面で、これだと右側は英語、左側は日本語みたいな感じになるので、例えば日本語を聞かせたい人、例えば向こうの人がアメリカの人だったりとかして、この左側を渡すことによって、向こうは日本語が聞こえるんですよ。 こっちは英語が聞こえるっていうような。 え、感じにすることができます。はい。起動するとですね、こんな感じのタッチモードっていう画面が出てきます。え、モードに関してはですね、ベータ版のやつも含めて4つのモードがあります。1つが今説明したタッチモード、え、リスンモード、え、スピーカーモード、え、リモートモードっていうのの4つあります。タッチモードっていうのはどういうものかっていうと、下のボタンを、下の方をこう選択すると、英語から日本語に変わって、そして逆にですね、上のボタンを 押すと、えっと英語から日本語に変更してくれるようなモードになっていて、イヤホンを片耳ずつつけて順番に押し合いながら翻訳をしていくようなモードになっています。そしてこちらのリスンモードはどういうものかというと、ずっとこっちがね聞く場合ですね。会話ではなくて、例えばま講義とか、そういったなんか例えばプレゼンテーションとか、ま映画はさすがに難しいと思うんですけれども、そういったものをずっと聞いているときにずっとこっち側ではね翻訳された言葉が出てくるわけですね。そして次のですねこのスピーカーモードで。 実際ちょっとデモをしてみようかなと思いますちょっとですね今まああのバグっぽいものっていうかまあこれ多分 iPhone の仕様かもしれないんですけれども、えー、分かったのが画面収録しながらとかだと,、えー、とどうやらですねスピーカーの音が出ないっぽいっていうのが <laughs> あの分かったので、えー、すいませんえー、っとですね画面がちょっとない状態でちょっとこっちの方で話していきますまずは英語から日本語を話していこうかなと思います I wanna go get something to eat 何か食べに行きたいです。あ、ラーメン。いいですね、ラーメン。どうやって、そこまで行くの?。という感じでですね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃスピード感があって、早いの、わかります。今の、しかも、英語の。 感じで入るので多分ですねそのネイティブの人と話してても全然問題ないんじゃないかなっていうふうに思いますで逆にねちょっと日本語の方ちょっとやっていこうかなというふうに思いますこのパソコンいくらですか ?7 日間の SIM カードが欲しいですこのレストランに行きたいんですけど予約取ってもらえますか I'd like to go to this restaurant. Can you make a reservation? Whoa. 結構長い文章でもいけるんですよねはいという感じでですねあの多分日常会話みたいなところだと結構なスピードで動いていくのが、えー、分かったかなと思いますでこちらのですねこれ今オンラインモードでやってるんですけれどもオンラインモードに関してはですねこれだけの言語に対応しているので大体の言葉だったら大丈夫なぐらいの翻訳精度かなというふうに思いますただね海外に行った時って、えー、と常にネットワークがあるわけじゃないじゃないですかでこちらの製品 ですねちゃんとですねオフラインモードっていうのがあってですねマイアカウントっていうところで行ってもらってこのタイムケトルストアっていうところにと行きますでここでですねちょっと分かりづらいんですけれども各製品の名前のオフラインパッケージが売ってますここを押してもらうとですねそのオフラインに対応している言語の変換みたいなものが出てきます 今、えっと、まあ、日本語とかだと、英語から日本語とか、えっと、日本語から中国語っていうのが、えー、あるので、オフラインでこの機能を、えー、使うことができるので、なので、こう海外に行った時に、まあ、ネットワークがね、まあ、ない場合とかあるわけじゃないですか。その時にでも、まあ、これがあれば、めちゃめちゃ安心して旅行できるっていうような感じだと思います。はい、というわけで,ですね、まあ、翻訳に関してはですね、まあ、結構デモを見ていただいて、まあ、どれぐらいのものかっていうのは、ちょっとお伝えできたかなというふうには思うんですけれども、まあ、こちらの製品ちょっと僕使ってみて、まあ、欠点、えー、二つ ちょっとお話ししていこうかなというふうに思います、えー、一つの欠点はですねこれですねこれどうですかデザイン結構ですね相当やぼったいし大きいなっていう感じがするのと翻訳モードの時だとここがですねずっと緑に光るんですよずっと緑に光って それがですね、結構見た目的にダサいなっていうのは、えー、かなりあります。やっぱりちょっと AirPods とかの方がやっぱりちょっとつけててね。AirPods も出た当初はうどんって言われてましたけれども、やっぱり AirPods とか AirPods Pro の方が見た目的にはやっぱりちょっとかっこいいなっていうふうなの思うので、えー、そこがですね、まあ、欠点の一つ目だなと思ってます。この見た目ですね。っていうのが一つ欠点かなっていうところですね。二つ目、こちらの製品なんですけれども、ヒンジがついてないで二つに分かれちゃうんですよ。こんな感じで。 で、このイヤホンを一つ一つこうやって感じで入れていくんですけれども、これが二つに分かれていて、これがまたね、こうやってツルツルした素材なんですよ。なのでですね、まあ外にいる時にこれをつけようってなった時、これパカってやって、この2個になった状態から取り出してっていうのをやらなきゃいけないんですよ。 でこれがですね、結構煩わしいし、なんでしょうね、落としそうになるんですよね。ただでさえツルツルしてるのに、落としそうな、えー、素材感にもかかわらず、分けることでさらに落としそうで、さらにそれを分けた状態から一個ずつ取り出すってことで、結構ね、落とすリスクが高いなと思ってるので、ここがですね、やっぱヒンジの方が、 良かったとは思いま,すまあこの2個で分かれるっていう形もまあかいんですけれども可愛いんですけれども使い勝手としてはいまいちかなと思いますねで。特に冬場とかだと手袋をつけたりとかするんでさらに滑るんですよね。 そう、滑る中だと、さらにこれがね、やっぱね、取り出しづらいなってのは、外で使っててすごく思いました。はい、いかがだったでしょうかタイムケトルのですね、M2 のレビューになりました。今はですね、その時期的にあまり海外とかに行けたりとかはしないかなっていうふうには思うんですけれども、もしもね、そのコロナが終わって海外とか、まあ、行けるようになったら、すごいね、強い味方じゃないかなっていうふうに思います。旅行先の言葉が全然わかんないなっていう人にとってすごくおすすめかなと思います。であとですね、その旅行以外に、 その法人の方とかに向けては、がかなり僕はいいんじゃないかなと思っていて、さっきつけたように、こんなすごい小さいですし、電池はですね、かなりそのバッテリーの性能、結構高いので、よく海外のえと方を相手にする、ちょっとお店の方とか会社の方に関しても、結構いいんじゃないかなって、そういうところの方が僕はむしろね、向いてるかもなっていうのは、使っててえ思いました。すごくね、翻訳のレスポンスも早いし、精度もいいので、 あのそういうところがおすすめだなと思いますはいこのチャンネルですねガジェットのレビューを中心に動画を作っています今日の内容が面白かったという方はぜひグッドボタンを押していただけらですねチャンネル登録していただけるとえー、僕のモチベーションにつながるのでぜひぜひよろしくお願いいたしますそれでは皆さん次の動画でバイバーイ